バイにいます。ドバイ、これからメトロに乗って、自分の宿の最寄りの駅まで行くところなんですけどね、結構遠いんでオールゾーンです。なんで今から乗り込むんですけど、結構頻繁に出てます、ビルができて、こういう感じで地下鉄メトロができました。で今から乗り込むところなんですけどね、結構頻繁に来ます。さっきも来てちょっと1本だけちょっと撮影した感じの2ラインということで、2つラインがあるということで、レッドラインとグリーンラインですね、今あります。だから急成長著しい。で、運賃はゾーン制です。なので1ゾーン、1ゾーンからね、3ゾーン、3ゾーンまであって、で車内では飲食や居眠りは禁止と厳しいです。だから違反者に罰金が取られますので、特に居眠りすることが取られると皆さんわからないと思うので、これ気をつけていただきたいと思います。で、現在総延長距離は 74.6 キロでございます。で車両は日本の近畿車両制で18メートル車両の5両編成です。で三菱電機製の IGBT の組織の VVVF のインバータを採用しています。日本の、ね、車両です。アラブの人多いんだけど、やっぱりその労働者、南アジアとかフィリピンからの労働者が多くて、そこら辺の人々を多く見かけます。まあ、結構便利ですね、このあれがね、地下鉄に今2路線ありますけどね、だから地下鉄のそのメトロの駅の近くに宿があるんでね、ちょうど良かったです。空港から出てるんでね、だからタクシー使うことなく行けるんで、割と安く利用できます。タクシーは、で地下鉄建設は日本企業が活躍しています。これはですね、例えば三菱商事であるとか三菱重工、鹿島建設、大林組など、あとトルコの会社合わせて、ね、計5社によるジョイントベンチャーにて受注しました。いわゆるシーメンスであるとか、ボンバルディア、などの、ね、グループ会社を退けての受注ということで、日本企業よくやったなって感じはします。المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The next station is.